鶴見子ども ホスピスに来ております。こちらはですね、子どもさんで、小児がんであったりとか重篤な障害であったりとか、その生きるための思い出作りというようなことで、看護師の方とか保育士の方も常勤をして、主にはデイケアのような形でやられてます。病院ではありませんので、医療的な行為は中ではなさってません。利用料は無料です。友達に寄り添うというような感覚で親になられているということで、中でですね、なかなかこの委員会があって、利用者承認委員会っていうと、この手続きを経ないと、利用ができないということで、ちょっとハードルは高いようにはなっておるんですけども、でお金のやつを先に言うときますけども、5500万ぐらい毎年かかってですね、だいたい将来的にはでもこの倍ぐらいはやっぱり欲しいよねということ、今でもこれ大阪マラソンとかでお金は入ってるんですけども、基金を1000万取り崩しておりますので、ぜひともこんな感じで、公益財団に2019年の9月からなられたので、企業の方などは税金の控除が受けられますから、こちらへですね、ホームページをまた見ていただいて、寄付なんかをしていただければというふうに思います。それではちょっと中を拝見させていただきます。一番奥から来てるんでね、ペッパー君電気が切れてるんで寝てますけども、この広いとこでたまたまこの前利用した子どもさんがブランコで遊びたいということで、こういうものを釣ったままのようなんですけども、ここは大きな遊びができるようになってますね。でですね、こたつなんかもあって、こっち側は小さな子どもさんの部屋です。小さな子どもさんがこうして楽しめる、ありがとうございます。こんな感じでごっこ遊びをやったりとか楽しめるようになってます。ここは面白いのはですね、こっからおもちゃ部屋行けるんです。ここはおもちゃがいっぱい、おもちゃがいっぱいですね。でパネルがありましてですね、見ていただいたら分かるんですけども、非常に気持ちのいい原っぱになってますね。ここも開放を、金曜日の朝10時から12時ぐらいまでの間に開放されたりとか、他にイベントもここは外で開放されたりしてます。ここは大人の方がこうくつろげるカフェになってますね。で事務所がありまして、おまばここが玄関でございます。貯金箱を1000円で売ってはるんでね、これ今度4月の19日に春のドネーションデーということで、あるということで寄付集めをなさってます。これ全体図ですね。大体ね、この映像は1回だけを先にお伝えをいたします。こっち側がこれ入り口ですね。向こうから入ってくるようになってます。こちらへ入って初め建てはった時に、これ大阪市の土地を賃借をしてます。4億円ぐらいお金がかかったということで、半分ずつユニクロと日本財団が出してくれたそうです。まあ柳井の家を全て売り払ってでもここに全部金をつぎ込めよというふうに思うんですけど、まあブラック企業でもですね、それぐらいやるでということで、こちらはベッドルームになってますね。お泊まりをされる方自体は非常に少ないんです。というのもスタッフ自体が常勤で、そんなにたくさんの数がおられない、10人ぐらいしかおられないんで、なかなかお泊まりをされるとそこへスタッフがつかんとあかんので、お泊まり自体はだいたい月に 2,3 組かなというようなことをおっしゃられてましたけども、 でもね、体が病気で疲れたりとかしやすい子どもさんがやっぱいてはるん でそんな時にこういう部屋で子どもさんが休まれたりというようなことに使われてます。でベッドルームは他にもありましてですね、こっち側は違うんですね、こっちが違いました。ベッドルームはこっち側、これとこの隣の部屋、そうやったかな、
で、ここでこうリネンルームですね、こんな感じで。で、ここは子供たちに大人気なお風呂場なんですけども、ジャグジーになってます。すごい。なかなか子供さんのね、病院のお風呂とか、お風呂屋さんになかなか行けなかったりもするので、で、お子供さんに楽しんでもらおうということで、ジャグジーになってます。ということで、一応これ1回は終わりです。ちなみにこういうのは、寝たきりになるぐらいの、やっぱり重篤な症状の子供さんがおっても、どうにかして楽しんでいただきたいなというようなことで、こういうハードを設置をされてます。